アローラ吉田丸です。さあスーパーボール級の9まで来たんだけど、これ10になったらハイパーボール級なのって、ハイパーボール級になったらもうその次すぐマスターラン級なんだよね。マスターボール級かでね、これなんか俺もう何、他のさポケモンうまい実況者みたく勝ち越してないのに普通になんか意外とどんどん上がるんだよ。だからマスターボールランクまで行くのって時間かければなんか誰でもいけそうな感じっぽい。なんか他のさゲームのさそのランク制よりよっぽど楽な気がする。わかんない、ハイパーボール級からやばいのかもしれんけどね。さあ、おぉ、メタモン。え、なにこのメタモン。え、なに、なんかメタモンの夢特性ってなんかあれだっけ、出会った瞬間にポケモンに変身するんだっけ。ちょっとわかんないな、異質すぎるわ。でもメタモン出してこないでしょ。うちのパーティー結構う以外は割とガチだから、ヒトムから入ってくるかな。ただバンギから入ってこられた時にウの小太刀八巻き死ぬんだよね。これはギャラから、いやギャラから入ってもボルチェーンうざいな。これどうしよう、いやロトムぐらいしかいない。最初に出せるポケモンがロトムしかいないな。まさか相手ギャラからは入ってこないだろう。いやギャラなのか、ギャラなのか、まさか。それならこっちギャラから行こう。俺もギャラから行くわ。ギャラから行ってナットレイ、ちょっと待って、ちょよしよし、ミミッキュはどこに出しても強いから絶対ミミッキュや、ミミッキュなんか入れてもいいまである、相手にナットレイがいないなら。オゲさん対戦よろしくお願いします。ミミッキュ全然違かったな。全然違うな、ミミッキュか。でこれはね、剣の舞からのあれで抜かれるな。いやでも引くことはありえないね、引くことはありえない。絶対剣の舞だから、あとはダイマックスをどう視野に入れるかだな。いやこれ竜舞でいこう。これあれだわ、デンジャー、デンジャー、これなんかちょっとなんか最初に出てきたミミッキュだからおかしいなと思ったけど、これトリックルームミミッキュか。しかも竜舞ここなかったな。竜舞相手剣の前、次俺ダイマックスして相手の攻撃耐えてっていう理論のあれだったけど、いやまあ竜舞別に間違いではないか。ただラムのみで麻痺は回避していく。もっかいデンジャー打ってくんな。いや、このミミッキュが、なんか、そんな攻撃タイプじゃないことは分かったから、かといってダメだわ。デンジャー防げるポケモンいないし、滝登りだな。いやー、これね、まあ、デンジャーしても、素早さ2分の1になっちゃうけど、一回リュウマイ積んでるし、ダイマックスからの、なんだっけあれ、ダイジェットか。ダイジェットに素早さ上げられるから、実質なかったことになるまである。ほら行くぜ。マジでね、ギャラドスの夢特性の自信過剰っていう、相手のポケモンを倒したら攻撃、そういうタイプ、そういうタイプか。まあ、さすがにこのダイジットの素早さで、素早さ上がりで、デンジャーを受けたと言いつつも、抜き返したはず。これはダイストリーム、かな。相手、ギャラいるか。ダイストリームで行こう。これあれだな、ダイマックス中も普通に痺れて動けなくなるときあるよね。それでダイマックスターン消費されたらマジで終わる。運ゲーだわ、ここ。痛み分け？え？しかも素早さ抜けてねえんだけど。嘘だろ？あ、でも相手も抜かれてると思ってるね。だから痛み分け使ったんでしょ、今。抜けなかったか？オッケーオッケー。まあ、いや、オッケーオッケー。全然いい。え、今の俺のギャラめちゃくちゃ遅いんだけど。だって、竜舞で 1.5 倍でしょ？それで、ダイジェットでさらに 1.5 倍でデンジャーで2分の1。え、それでもミミッキュ抜けないの？
ブリームオン。さミミッキュ結局あれ打ってこなかったね。トリックルーム、こいつトリックルームから入っ、あれこいつは、あ、こいつ足押せんだ。確か40ぐらいしかねえんだよな。え、タスキだろ。ブリームオンってタスキ持ちなんているんだ。トリックルーム、これは素早さが遅い方から動けるようになるっていう技なんだけど、ギャラワンパンできる。相手特攻めっちゃ高いんだよね。ただギャラも特攻割と高いからワンパンできないと思うけどな。あー、これでダイマックスか。いやでもね、このダイマックスはねめちゃくちゃ美味しい。こっちミミック連れてきてるから、やっぱミミックが最強なのよ。影打ちすれば落ちるからね。これこのダイマックスはうまい。ギャラだら落ちるだろうな。この HP が少ない状態でダイマックスするのは先制技がリスキーすぎてね。相手もミミックいませんようにからのダイマックスだと思うよ。え、耐えたんだけど。ギャラの特防半端じゃないな。え、耐えてたらもう勝ちで、あー出たよ。いや、まあまあまあ、マヒって3分の1でマヒだから、まあ確率はね、収束しますね。これはさようなら。大バーン。あー、マジカルフレームか。で、これで、ヒデリになると、まあ、このヒデリは別に、もう後ろに水ボケもいないから、悪くはない。いや、待てよ、これトリックルーム引かれてるんじゃ、これナットレイでいいわ。絶対うちのナットレイなんか遅いから。うちの子の足の遅さ舐めんなよ。多分50メートル走3時間くらいかかるからね。で、相手の裏だな。これ、ブリムオン引いてくるかな。ブリムオン自体がタスキだったから、砂起こしでタスキをなく、ないものにしちゃう。バンギは絶対ない。メタモンはわかんない。で、ヒートロットも、こんな遅く出してこないだろう。いや、でもトリックルーム使ったならギャラドスよりヒートリート、ヒート、いや、ちょっと待って、わからんわからんわからん。パワーウィップかな。まあ、ロトムだったらドンマイということで。あ、待って、パワーウィップ、命中率8、よっしゃー。さあ、せいせいせい、これは、うを使いたいんだけど、バンギーなんかね、初手バンギー投げてくる人めっちゃ多いんだよね、うちのパーティーに。タスキ潰したろーみたいな感じなんだろうな。う出せないなぁ。バンギー。いや、ドドバルト説もあるなぁ。どうしようかなぁ。まあ、バンギでもドドバルトでも受けられる。ギャラドスにしとくか。最近あれなんだよね。10万ボルトとか持ったドラパルト結構多かったりするからちょっと怖いけどね。まあ、バンギが7割が出てくると思ってるから、ちょっとギャラドスでいくわ。いや、バンギが出ると思ったら、ウーグでいこうぜ。ちょっと。ウーグで勝負したいなぁ。ドラパルティング。いや、待って、ギルグ？じゃ、あ、終わった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 、負けました。負けました。NNINN さん、勝利おめでとうございます。さあ、せい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 、これは、使えないね。を使ってやりてんだけどな。なんかね、今の環境ね、うが刺さらないというか、なんか、水路、いや、もうこんなこと喋ってる場合じゃねえんだよ。いや、この対面でクワガノンが出てくることないだろう。ちょっと、言っていいか。クワガノン出てこないだろう。そしたらちょっと荒らせるから、ちょっとで荒らしたいね。で、荒らしたところをドラパルとかギャラのダイマックスで粉砕する。ギャラドス、ミミッキュ、ちょっとね、もう本当にね、性質時間800ミリしろ。GF さんよろしくお願いします。なんかこの人、エッチだな。マタドガス。マタドガスは、ちょっとわかんない。種族違う。ちょっと調べるわ。今、化学変化ガス出てた？なんか今、特性がなくなったみたいなの出てなかった？そしたら、終わったんだけど。待って。
そしたらウグ終わりなんだけど、こいつ特性があれだからね。お、マジかよ。とりあえずギャラに変えるか。いや、ウグ、え、なんで俺今俺ギャラに変えてたじゃん。なんで間に合ってないの。え、特性消えてないんだけど。え、どういうこと。え、特性消えてねえじゃん。この特性は消えないのか。あれ、今化学変化数がどうたるこうたるって出てたよね。あれ、俺幻覚見た。あれ俺が幻覚を見たのか、ウがまたどっかそのあれをものともしないのか、どっちかわかんねえ。ただこれはね、イールーパー行ったね。これ波乗りしてるだけでね、バカ荒らせんのよ。来た来た来た。クワガノンいない？あ、やっぱ化学変化数だった。あ、クワガノンいるのか。なんだ、じゃあ荒らせねえわ。これね、HP が半分以下の時に、波乗りすると、こんな感じでピカチュウを加えてきて、ダメージを食らうと、このピカチュウを吐き出すんだよね。で、コライルで一旦耐えて、って感じなんだけど、まあ、どっちにしろ毒で死ぬから、まあ、ここより風で。え？え？クワガロンにこんな遅いの？え？こいつなんかすっげえ早いイメージあったんだけど、うちのウグ一応素早さ特化ぶりしてるけど。で、ウが死ぬ。で、ここで、おらー！ほんとはまひってんのに、ちくしょう！あー、待たれてきたか。ちょっとあれだな、ウが最強すぎて、みんなウ対策してるまであるね。まあ、ここはギャラドスで、どうにもなる。いや、やっぱウめっちゃ荒らしてくれたね。だいぶ起点作ってくれたね。これは、ダイジェこれ最後の相手の裏なんだ。ミミッキュくせえな。これじゃあ、リュウマイにしとこう。別にまたとかする。電球図なんて打ってこないでしょ。これで10万ボルトが打ってきたら、もうスイッチ叩き割るわ。ダイマックスを、竜舞の前に切るのはあれだわ。鬼火？いや、そう。違くないそれは。そう。お前、ウーが築き上げてきたものを何だと思ってんだお前は。あ。ラムの実ですね。ラムの実ですね。やばい、自分でラムの実持たせたの忘れす、え、もうなんでよ、硬くね、竜馬一個積んであれ耐えんの。こいつこんな硬いんだ。いや、しょうがねえな、滝登りしかないな。もうここまで来ちゃったらね、相手はまた高さもう切ってきてるわ。こいつ120だった防御で、HP が65だから、確実に、あれだわ、種族値じゃなくて努力値も、体力と、じゃなくて HP と、防御に振ってるね。じゃないとあれ耐えるのはありえない。くそ、マタドガス、こんな、あれだったのか、警戒しないとな、これから。絶対落ちたと思ってたわ。ハルシェン、やばいなぁ。これ、殻を破るダイマックスってこと？そんなことはせん。大草原でどうにかする。いや、やけどがきつすぎ、さっきのやけどがちょっときつすぎるな。これでどのくらい削れるかだよね。まあ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 。で、ここ絶対殻を破る。で、ギャラドスー落とせるの？これ落とせないでしょ。このギャラドスの HP なら、いや、落ちちゃうの？落ちちゃうの？拙者、まあ、裏にミミッキュがいるから、まあまあまあ、追撃の前鍵打ちでどうにでもなるから、ここはまあ落ちても、ういこれがお前、ウの過去じゃ。危ない、ウであんだけ荒らして負けるわけにいかねえよ。よし、で、自信過剰で倒すと攻撃力が上がる。これでもう火傷も帳消しみたいなとこあるな。大ストリームで終わりでーす。
エチエチお姉さん対戦ありがとうございました。